スピーキング爆上がり企画、スピーキングブースター、Day 5。Which do you prefer? どちらがいいですか?という質問への答え方を今日は見ていきます。Which do you prefer? Coffee or tea? コーヒーと紅茶、どちらが好みですか?コーヒーか紅茶か、自分の好みをすぐに言えるっていうことはとっても大事なスキルです。英語を話す上では自分の意見とか考えとか好みっていうのが自分自身できちんと分かっている。すぐに答えようと思えば答えられるっていうことが本当に重要だからです。でも英語のスピーキング試験の時はすぐに答えてしまったらその後に理由まで言わなきゃいけないんですよね。だから中途半端にイエスかノーかとかコーヒーか紅茶かっていうことを早く答えてしまうと後が続かなくなる可能性があります。だから一つの方法としてはイエスかノーとか A か B っていうのを選んだ後に because まですぐに言える訓練をしておくということ。でもう一つはそれが間に合わないまま試験を受ける場合にはイエスかノーもしくはコーヒーか紅茶かっていうのを言うまでの時間を稼ぐ、どっちかしかないっていうことですね。沈黙だと何もカウントされません。これは試験、私が面接官をやっててもそうです。黙ってたら何にも点を上げることができない。でも英語が話せるっていうことを示してくれれば何かしら点を上げられるんですよ。なのでそんなコツを今日はお教えしていきたいと思います。今日覚えていただきたい表現はこれです。 Well, it depends, butWell はそうですねですね。で、It depends っていうのは、時と場合によりますねっていうような表現になります。通常は It depends on なんとかで状況によるとか何々によるっていうふうに具体的に示すんですが、It depends だけでもよく使います。Well, It depends, but そうですね、時と場合によりますがというような表現です。コーヒーと紅茶どっちも嫌いじゃないんだけど、まあそうですねと言ってから I guess coffee、多分コーヒーですね。で、especially in the morning、 特に朝はというふうにどんな状況だったらコーヒーが好きかっていうことを加えるんですね。 Well, it depends, but I guess coffee, especially in the morning というだけでうまく聞こえます。 Which do you preferEating at home or eating out? どちらが好みですか?家で食事をすることですか?それとも外食することですか?これも即答できたとしても Well, it depends, but そうですね、時と場合によりますが I guess eating out. まあ、どっちかっていうと外食ですね。 Especially when I'm busy. 特に忙しい時はと、このようになります。Okay, so here are some tips to sound more fluent. Which do you prefer? In-store shopping or online shopping? Well, it really depends on my mood because really を入れました。それから depends だけじゃなくて depends on で何々によるっていうのを具体的に述べていきます。My mood.気分次第、自分の気分次第、それからなんで自分の気分次第で変わるかの理由まで述べようとして because ってなんかわざわざ言って、それから sometimes I feel like shopping online、 いやほらなんていうの、時々はさオンラインでショッピングしたい時もあるし、 and sometimes I feel like visiting the actual storeまあ、実際のお店に行きたいなと思うこともあるしさっていうのをまあグダ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 言ってから Yeah, but I guess、まあ、どっちか選ぶっていうなら多分 Online shopping Especially when I'm feeling lazy 特に何もする気がない、なんかグダグダしたい時はオンラインショップかなというふうに結論までの道のりをものすごく長くしています。もう一回通しで読んでみますね。 Well, it really depends on my mood becauseYou know, sometimes I feel like shopping online and sometimes I feel like visiting the actual store. Yeah, but I guess online shopping, especially when I'm feeling lazy. となります。今度はゆっくり読んでみますね。Well, it really depends on my mood because... You know, sometimes I feel like shopping online...
And sometimes I feel like visiting the actual store. Yeah, but I guess online shopping, especially when I'm feeling lazy. それでは練習問題です。Which do you prefer, talking or texting?Which do you prefer, hotels or ryokans? Which do you prefer, online lessons or face-to-face lessons? Which do you prefer?Being with your friends or your family? この最後の質問はケンブリッジ英検やIELTSではよく聞かれる問題になりますので、日頃から考えておくといいと思います。